アキレウスは退屈していた。不穏に満ちた異界に呼ばれたにもかかわらず、戦場に出る機会に恵まれなかったからである。憤懣やる方ないアキレウスは、神々の王たるゼウスのもとを訪れると激しく苦情を申し立てた。希望を叶えなければ敵に寝返らないとも限らない。そこでゼウスはアキレウスの不満を解消するため、神々の王たる権限を行使するのだった。父上からのことづてだ。お前たちに戦場を用意したから、戦支度をしてすぐに来いとのことだ。ふん、ゼウスが自ら俺の相手をしてくれるとでも言うのか。父上自身が戦うのは構わない。それをアテナが手伝うのもな。だが、なぜこの俺まで巻き込まれねばならんのだ。お前が身の程もわきまえず神と戦いたいなどと言うから、父上が面白がってこんなことに。ほう、オリュンポスの山中が相手とは、この俺にふさわしい戦いになりそうだ。あの、その戦いには私たちも参加するのでしょうか。そうだ、オリンポスの神と戦う機会などそうないだろう。父上の気まぐれに感謝することだな。わかりました。ですが、やるからには手は抜きません。たとえ模擬戦だろうと全力で戦い抜きます。神と修行ができる機会など滅多にない。存分に楽しませてもらおう。お前たちの有り余る力、存分に発揮するがよい。互いの治癒を競い、次なる対戦の糧とするのだ。オリュンポスの神々が相手とは面白い。この戦に勝利すれば最高の栄誉を手にできような。俺らの勢い見せつけろ。下がったぜ。アキレウスさんは前しか見ていない様子。味方の本陣を落とされないよう私が注意しなくては。なんと圧倒的な力だ。俺様より目立ちやがって。負けたらねえ。俺らの勢い見せつける。下がったぜ。これ以上やり合うより互いに無事では済むまい。ここは勝ちを譲ってやるとしよう。追いかけちぞ。ぬるいはアレス。なぜ殺す気で戦わん。この程度では暇つぶしにもならんぞ。小生も術の支度を整えておくとしよう。敵が何か仕掛けてくるようですね。ここは私が食い止めます。打ち取ったり。期待以上の働き、見違えたな。お前がいればこの戦い負けはしない。好きにやれると思うなよ。そしては勝負にならん。敵のお出ましか。援護しねえぞ。嘘だ。俺が負けるなんて。わしも続かねば。皆さすがの働きであるな。ゼウスよ、この俺を舐めているのか。こんなくだらん戦いで
何を得られるというのだ。今日はもう勘弁してやる。まったく、どこまでもそんな奴が。ならば次はこれでどうだ。ほう、ゼウスに俺の声が届いたらしい。あの怪物ならば倒しがいがありそうだ。見事だ。ここを通るがいい。期待以上の働き、見違えたな。お前がいればこの戦い負けはしない。今こそ攻め立ててやろう。なかなか楽しめたな。俺の勝ちだ。わしも続かねば。この攻めは必然。そう思わないかね。この合図となったか。見せつける。我が同日の神髄見せてやろうとしよう。頼りに。止められなかった。でもまだ私にもできることがあるはず。敵本陣を狙う。味方の本陣が危ういみたい。戻って守らなければ。敵の隙を突く。俺が相手。呪文を刺せ。ごめんなさい、集大さん。邪魔をするのは今の私の役割なのです。小生を倒すつもりかね。その真意正さねばならんな。なあ、こっちにも敵が来たのか。相手してやるしかないよな。我らの勢い見せつける。下がったぜ。敗者は潔く退場しよう。敵陣貫くべし。なあ、なんでそんなに真面目なんだよ。模擬戦だろ。気楽に行こうぜ。鍛錬で勝つ者が真剣勝負で勝てるとは限らん。だが鍛錬で負ける者は真剣勝負でも負ける。必ずな。本陣は救われました。あとは光ある勝利に向けて進むのみです。貴公の戦はまさに攻守一体。実に見事。影の遠兵剣山。
混沌の底に我らが意を見せつけ下がったぜ。援護しねえな。相手に不足なし。お前ら任務失敗。そうだ、それでいい。敵のぬくろをもっと積み上げてやれ。風は綺麗、風は山。いい勝負ができた。感謝するぞ。ここまでたどり着いた。お前たちの前線に向き、わし自ら相手をしよう。胸をお借りします。神々の王よ、俺を侮れば汚れは済まんぞ。この戦いを通して技に磨きがかかったようだな。実に見事であったぞ。来たるオーディンとの決戦でもその力大いに発揮してもらいたい。皆実に見事であった。わしも神としての誇りを示すため力を尽くしたが、切られぬよう振る舞うのが精一杯であったぞ。心にもない軽口を叩きおって。貴様は全力など出してはいまい。もし本当に神々の王があの程度ならば、すぐにでも俺が取って代わってやる。では、わしは王の座を奪われぬよう気をつけねばな。だが、付き合ってくれたことには感謝する。パトロクロスにいい土産話ができた。しばらくはおとなしくしておいてやってもいい。すごい。あのアキレウスさんが悔い改めるなんて。おい女、何を勘違いしている。この俺が何を悔いて何を改める必要があるのだ。あ、いえ、そのゼウス、できるだけ早くアキレウスを戦場にやってくれ。面倒だ。善処しよう。元気がありすぎるのも困ったものよ。